こんにちは、アドブロです。今回はウルトラツアー100 V4 の、セッティング6ハリ目のインプレをお届けしていきたいと思います。で、今回貼ったのはですね、バボラの RPM プラス 1.25 となっております。いつもと同じ45ポンドで貼り上げまして、先日インプレですね、ブラストの方のインプレはしているんですが、それに引き続いて、ウルトラツアーに貼ってみてどうだったのかっていうのを今回お届けしたいと思います。で、今回ので6パターン目なんですけど、今までの振り返るとこんな感じですね。ブリオ、ルードのハイブリッド、G ツアー3、ポリツアーレブ、ポリツアーストライクの、ゲージ違いを組み合わせた、コンボですね。そして今回の RPM ブラストとなっています。で、これまで感触良かったのは G ツアー3と、ポリツァーストライクだったかなという感じで、反対にいまいちフィットしなかったのが、ポリツァーレブの 1.25 のタンバリでしたね。形状的には今回、試してるブラストはですね、レブと同じ八角形ですね。丸にかなり近いんですけれども、一応多角形に分類されるというようなところは共通してます。で、レブが、かなりホールド感があって、八角形でシリコンコーティングでっていうのに対して、形状とかシリコンコーティングだっていうのは同じなんですけど、ブラストの方が、よりかっちりしたフィーリングのポリエステルっていう位置づけになってるかなと思います。で、狙いとしてはですね、今回ブラストをその選んだ狙いとしては、かっちり感を出して、スピードと飛びとかっていうのがプラスできればいいかなっていうところ、ポリツァーストライクもそれと近い働きはしているんですが、あれは純然たる丸でしたので、もう少しその、多角形、純然たる多角形ではなくていいんですけれども、少しこう形状を変えることでスピンが増えたりとか、使い心地の部分で何かこう違いが出るかなっていうのを試してみたいかなというところで、あとはそのウルトラツアー100っていうラケットの性質を考えると、よりね、こう威力を出していきたい、よりこう威力が出せるセッティングになるのかどうかっていうところも、確かめていきたいなというところですね。あとはそうですね、一度知名度と人気ですね、売上的な人気がちゃんとあるところを貼っておこうというのも背景としてあるかなという感じですね。実際貼ってみてどうなるかっていうのをチェックしてみました。で、まずですね、最初に結論から申し上げますと、リピートはしないなという感じでしたね。パワーロスはしにくいですし、振り切った時のその、一発の球威であったりとかスピードとかっていうのは、実際悪くはなかったんですね。ただ使い心地がすごくこうピーキーで、いい球いったなと思ったら、その次のショットでそのオーバーしてしまったりとか、スピンがカシュカシュになっちゃってネットしてしまったりとかっていうところで、なかなかね、こうプレーが安定させられなかったなというのがありました。で、今回一応シングルスの練習でも使ってみたんですけれども、コンディション的な背景ももちろんあるんですけれども、それを踏まえてもちょっとこう実践で使うのは難しいなというふうに感じましたね。Ezone 98の時にも 1.20 貼って使ってはいたんですが、その時よりも今回のこのウルトラツアー100に、ブラストの 1.25 の組み合わせの方がピーキーだなというふうに感じましたね。で、正直全然ダメっていうことはないんですけれども、実際こう得られるものよりもデメリットの方が、目立ってしまうような感覚が多いなという、そんな感じでしたね。ここからは打球感と性能それぞれについて深掘りをしていきたいと思います。で、まず打球感なんですけれども、やっぱりそのガチガチではないんですが、わりかしかっちりはした方のテイストだなというふうに感じました。で、レブみたいにこうストリングがたわみすぎちゃって、ボール持ちすぎちゃってロスする感じ、飛ばないなっていう感じみたいなのはなかったです。そういう感触はもうほとんどなかったと言ってもいいんじゃないかなと思います。
で、まあ、前回のそのブラストに関するインプレの動画で、僕の感想とは真逆に感じたっていうコメントもいただきました。もう本当にすごく貴重な意見だなと思うんですが、まあもちろんそれって別にどっちが合ってる間違ってるっていうものではないと思いますし、感じ方は人それぞれですし、どっちがなんだろうな、どっちでなきゃいけないとかっていうものではないとは思うんですけれども、まあそこもねすごくこうストリングの面白いところだなと思ったんですが、はい、今回はね、とにかく僕の主観的なところでどう感じたのかっていうお話になってますので、その点はご理解いただければなというふうに思います。で、まあウルトラツアーに貼るとですね、まあそこまでしんどいとかっていう、あ硬いし、あ全然ダメだこれはとかっていう、そういう感じはねないんですよね。でポリッツァーストライクのコンボよりは硬いなという印象でした。でルードのハイブリッドよりも少しもう少しこうクリアで、シャープだなという感じでしたね。なので試した中では一番こうカチッとしてるとは言えるのかなと思います。もちろん世の中でもっとね硬く感じるのはいっぱいあるので、めちゃめちゃしんどいとかっていうほどではないんですけれども、はい、まあ順番で並べていくとブラストが今まで試した中で一番カチ、まあ硬いかなというところ、続いてはルードのハイブリッドで、ジーツ3と、ね、ポリッツァーストライクのコンボがまあ大体似たような位置にあって、一番柔らかいのはレブっていう感じかなと思いますね。はい、でもちろんここにその硬い柔らかいだけではなくて、その手応えの軽い重いとかっていう風に言えばいいんですかね、まあ、そういった内応えとかも、もちろん影響はしてこの順位にはなってるんですが、まあ、ブラストに関して言うとその硬いカチッとしたフィーリングもありますし、手応えですねっていうのも割とあるので、まあ、一番こう試した中では、まあ、しっかり打つ、しっかり内応えがある、まあ、そんな印象になってるかなと思います。でホールド感みたいなのは、まあ、結構控えめですね。ないとは言わないんですけれども、やっぱりカチッとしてるので、わりかしその球離れよく気持ちよく球が飛んでいくような感覚はありますので、その食いつかせて調整をするっていうよりは瞬間的なインパクトで、パワーを伝える、まあ、そんなイメージになってくるかなと思います。まあウルトラツアー100が、まあ、1620なので、まあ、他の100平方インチに比べるとちょっとねストリングのピッチもどうなのかな、ストリングのターミング具合もどうなのかなっていうところもあったりしますし、そこら辺も影響してこういうフィーリングになってるのかなと思いますね。はい、でまあ、そのフィーリングからするとですね、ストロークとかよりもこうブロックするようなボレーであったりとか、短いスイングで飛ばすスライスとかの方が感触的には打ちやすいというか、イメージと飛びがまあ一致しやすいような印象はありました。でストロークにおいては特にスピンなんですけれども、まあ、遊びが少ないって感じでしたね。はい、こう許してもらえる範囲が結構狭くて、まあ、特に片手のバックハンドだとボールのその何でしょうね、飛び具合というか打ち応えとスピンのかけやすさと、まあ、いろんなそのバランスを見た時に結構シビアで、僕はこれだったら両手の方が断然良かったなという感じで、まあ、試合の中でも正直半分ぐらいはもう両手で打ってましたね。もう少しこう落ち着きのあるフィーリングとかの方が片手バックハンドの人は打ちやすいかなと思いました。はい、で性能のところのお話ですね、まあ、ストローク、ボレー、サーブ、それぞれちょっとお話をしていこうかなと思うんですが、まずストロークなんですが、まあ、カチッとしてるんで、まあ、スピードのあるラリーとか、うん、とにかくこう振り切って攻めるような状況では結構気持ちのいい、ストリングだなと思いました。でスピンのかかり具合も平均以上で、まあ、やっぱりその単純な丸いツルツルのポリよりは、まあ、引っ掛けてスピンに変換するみたいな印象は少し出るんじゃないかなと思いましたが、まあ意外とねコーティングがそんなに滑る感じでもなく、そんなに長続きする感じでもなくというところで、なんかちょっとね僕の中でのブラストのそのシリコンコーティングに対する評価ちょっと下がったかなっていう気がしますね。はい、でまあ使い方
としてはですね、結構そのガツンと飛んでいくボールをその速いスイングでスピンをかけてコートにねじ込んでいくっていうような使い方になるのかなと思うので、やっぱり僕は片手打ちバックっていうこともありますし、フォアもあの割りかし合わせるようなスイングを使うことが多いので、そういうこうちょっとゆったりスイングみたいな感じで打ってしまうと、まあベースラインよりも 2-30cm ぐらいですかね、ちょっとオーバーするような、不意にオーバーするような感じがあって、それ出ちゃうのっていうシーンがね結構ありましたね。で推進力は出るんで、まあそれを抑え込むために速いスイングでスピンをかけましょうねっていう使い方なので、まあ製品特徴がそのまま出てるとも言えるような気はするんですよね。アイロとかピアドライブとかに貼って攻撃的なスピンを打ち込むっていうようなストリングだと思うので、まあその部分の味付けは今回もちゃんと出てるかなとは思うんですが、一方でそれが合わなかったなというふうにも思いました。で、まあ、スライスはね、ブロックするような感じで飛距離も出るので、まあ、割とこう低いボールに対してチョップするような感じだったりとか、まあ、走らされる中で最小限のスイングで飛ばすとかっていうのはやりやすかったかなと思いますし、まあ、他のその五角形とかですね、あとはそのエッジの効いた三角形とかのストリングに対して考えると、まあ、そこまでこう引っかかりが強いわけではないので、まあ、ほぼ丸に近いと言ってもいいレベルなので、ボールが引っかかりすぎてスライスが打ちにくいって感じること僕は結構あるんですが、そういうのはブラストにはあまりなかったですし、そのレスポンスの良さにさえ慣れてしまえばスライスは比較的、まとめやすいんじゃないかなっていう気はしましたが、ちょっとねやっぱりその何でしょう、やっぱりゆっくり打とうとすると難しい、左右にコントロールがずれてしまったりとかっていうシーンも結構あったので、いずれにしても結構ピーキーではあるなという印象はありました。はい。で次にボレーなんですけれども、繰り返し言ってますが、まあ、ブロックしてそのストリングの硬さを生かす反発レスポンスでボールを返すみたいなイメージはしやすいし、そういう時の方がいいボレーできてるかなと思いますね。なのでこうやっぱり想定されるターゲット的には、まあ、速いボールを打ち合ってる中で、しっかりこうボレーもねキレとかシャープさで勝負するような人の方がいいのかなっていう気がしましたね。タッチでうまくこう深さを調整してみたいな、その丁寧さで勝負っていうよりはテンポだったりとか、なんかこうタイミングで勝負するみたいな感じのボレーになってくるかなと思います。はい。まあやっぱりボレーに関しては遊びは少ない感じがするので、なんだろうな、丁寧に打とうとするとむしろ難しく感じてしまって、はい、あのバチンと決め切るみたいな、強気のボレーの方が良かったかなっていう気はしますね。なのでちょっと個人的なイメージではミドルレンジで、ゆっくり丁寧に打つっていうのはちょっと難しい、ちょっと気難しい感じはしました。はい。もうあの本当に強いストローク打ち込んでネットに近づいてバチンと決めるっていうような感じかなと、相手のカウンター的なパッシングをしっかり止めるみたいな、そんなイメージになってくるのかなと思いますね。はい。で最後にサーブなんですが、結構なんかね苦戦しましたね。あのスピードが出ないわけじゃないっていうのがレブとの大きな違いではあるんですが、スピードが出てもなかなか入んないっていう状況がテストした日は多かったですね。はい。まあもちろんね技術的な問題はそこにあるんですけれども、ストロークと同じでなんかちょっとねこうサービスラインよりも 2-30cm だけオーバーするようなシチュエーションがすごく多くてですね、でそれを回転で抑えようとすると今度回転肩でカシカシになっちゃってみたいな感じになったりとか、2-30cm オーバーだったんでもう少し出力を抑えて打っちゃってもいいかなみたいな感じで少し抑え気味に打つと今度回転不足になって、でその割に推進力が出て、まあやっぱり 2-30cm オーバーするみたいな感じで、なかなかこうちょうどいいゾーンで打てるっていう場面がなかったというか、そこにこう持っていけなかったなっていう感じがして、結構なんでしょう、その試合の中では正直サービスゲームがきついなというふうに感じながらやっ
ってましたね、はい、別にもう本当に確率を重視しに行くとかも あとはその逆にもうスピードに振り切っていくとかっていう、まあ、極端な作戦を取ろうにもどっちもうまくいかないみたいな感じ で結局どのくらいの感じで俺はサーブ打てばいいんだろうみたいなところで結構迷走してた感じはありましたね、はい、なのでこうスピンサーブになってもそのボールを飛ばす意識と回転をかける意識両方あると思うんですけれども、それをどのくらいのバランスにするとちょうどいいのかっていうのがなかなか見つからなくて、あ、いやこれ苦戦してるなって感じながらプレーはしてましたね。でもう少しこう元気な時にひたすらフルスイングをしてもうスピードで勝負していくとか、逆に何でしょう、もう少しだけね気温が低い日とかなら多少違うのかもしれないかなとは思うんですけれどもね、やっぱりこういうこう、35度を超えているであろう猛暑日の中で使うには、うん、ピーキーだなというふうに感じました。はい、ということで最後にですね改めて総合評価させていただきたいなと思います、まあ、現状6パターンですねストリングを試してきましたけれども、今回の RPM ブラストはですね、ポリツァレブと並んで最下位かなというようなそんな印象でした。まあ最初にも言った通りその9位とかねスピードは別に悪くないんですよ、むしろかなり出てる方なんじゃないかなと思うんですね。ただそれゆえにピーキーさがすごくて、なんかこうプレイしててもまあなかなか平均点が上がらない、あの100点と30点みたいな感じになっちゃったりとかっていうところでジャジャウマな感じはしました、うん、すごくいいウィナーをね取ったりもするんですけれども、その次にダブルフォルトしちゃったりとか、なんかね繋ぐだけのスライスがサイドアウトしてしまったりとかっていうところでなかなかこう安定しないというところ、うん、ピーキーさっていうのが、うん、ちょっと評価が下がる要因だったかなと思います。フィーリング的にはその食いついてしまってロスする感じが強かったレブとは真逆なんですよね。レスポンスがいいし推進力がすごい出ちゃうんで、でそれをどう収めようって考えてるので全然真逆なんですけれども、なんか結果的にミスした時のショットっていうのはレブと割と似てるなと思いましたね。その抜けちゃってちょっと飛距離が出ちゃうみたいな感じはレブとねすごい似てたんですよね。微妙にその収まらないで振っても調整がうまくいかないみたいな感じっていうのはすごくもどかしい、このもどかしさっていうのはレブも今回のブラストも一緒だったかなと思いますね。なんというかこう皆さん自分の中にこうレベル分けショットの出力のまあ、段階みたいなのって結構あると思うんですね。で例えばそれが1から10まで出力があるとしてイメージした時に、あの感触よく使えているやつはそれが、まあ、1、3、5、7、9みたいな割と細かくこう出力を調整してそれがショットに反映、できるのに対して、あんまりその感触が良くなかった今回 の, そのブラストとかレブに関して言うと、そのなんか4、9みたいな1、4、9みたいにその選択肢がちょっとね少ししかないような感覚がしました、うん、なんかなんて言うんでしょうね、5で打とうとしてもなんかうまく5のショットにならないとか、っていうような感じですね。ちょっと言葉にするのが難しいんですけれども、うん、なんかこう細かく調整ができない感じっていうのはすごく強まる気がしました。4で打ってるのに1になっちゃったりとかそうですね、はい、そんな感じがしますね。なのでこうミスが出てもうまくアジャストできない、修正ができない感じっていうのが長く続いちゃう気はしました。でなんか少し理系というかかしこまった言い方すると、なんかこう自分とその道具を組み合わせた時にリニアな出力ができないなという気がしました。このぐらい出力すればこのぐらい増えるよねっていうところの関係性がすごくこう不安定な感じがしましたという、そんな感じですね。はい、ということで、まあ、今までのを振り返っていくと、まあ、6パターンやって順位はですね、まあ、気に入ってる方からお話をすると、まあ、同率1位で実は3と、ポリツァストライクのコンボ、2番目がルードのハイブリッドで、次が、ブリオで、最下位で、ブラストとレブが、まあ、同率の最下位っていう感じですね。はい、でまあ、今後確かめたいなと思ってるのは実は3とポリツァストライクの直接比較かなという
ところですね。ストライクはまだ 1,2,5 のタンバリはやってないので、まあそれも試しておきたいかなと思います。でまあ大体似たような位置にはあるんですけれども、その特にこう相手のボールが強かったりとか自分がしっかり触れている時とかの安心感とか安定感があるのは、まあポリッツはストライクかなと。まあ E ゾーンの時にもそこはもうかなり安心して選べるストリングだなと思って、それが今も続いている感じですね。で、まあ、全体的なまとまりとかアシスト感っていうところで言うと G2R3 かなというところですね。なのでまあよりこう安定したパワーみたいなところを考えると実は3でもいいのかなっていう気もしますね。はい、まあ、ここをもう少し比較をしていい方ロールで買ったりとかっていうのも今想定をしてます。まあ前回試したポリッツァストライクのコンボでも十分いいので、まあ 125-120 の両方揃えるめんどくささだけが問題かなっていうところなので、まあおそらくこの3パターンのどれかですね、実は3か、ポリッツァストライクタンバリか、ポリッツァストライクの、形状を変えたコンボかみたいな感じで、どれかに落ち着くんじゃないかなと思います。正直このシリーズ続けようと思えば無限に続けられるかなとは思うんですが、まあ無限に続けることが目的ではなくて、いかにこう、ね、着地点を見つけるかっていうのが大きな目的というかゴールだと思っていますので、まあそれを皆さんにもお伝えできるように僕はこのセッティングで落ち着きましたよって言えるようにしていきたいなと思います。はい、ということで今回の動画以上です。それでは。